ジャイアントおーっとたたかたたたたかたた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 た。おっそすデイブザダイバー続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ続いてまいりますよ。前回レアスちゃんの救出作戦と美食家ヴィンセントビップの人やね、これをやってたんだが、美食家ヴィンセントの方が南洋タコクラゲを取ったにもかかわらずちょっとミスってね、手違いでメニューにぶち込んじゃったから、ビップに食べさせる前に在庫がなくなってしまったから、もう一回取ってこないといけない。で今日来るらしいからね、ビップが。でダフ、こいつのレアスちゃんやな。お人形多分取ってこなあかんやけど、ガス切断機を今回はもらってるらしいんで、まあ多分それでいけんじゃないかなと、そういう感じでございます。でいつものタイムラインにはいいねしていただきましょう。ところてん、あコブラさん、ガガハ、客がどんどん増えてるな、これなら金持ちも夢じゃないぜ。そんなことをいちいちあげるな、客に見られたらあんま行きせへんちゃうけ、もっと値段安くしろって言われへんけ。よし、じゃあ切断機を持ってる状態ってことでいいんやんな俺な。行くぜ、本日もダイブ行ってまいります。タコクラゲができれば一回で取れると助かる。ザパーン、あー毎回やっぱちょっと微妙にマップ違うよね、面白いわ。パカッと、何これ、ソルト、ソルトあらない塩やね。あ宝箱は何の森、ショックか、いいでしょう。でマップが微妙に違うけど、さすがに左下の方行ったら出てくるよね。で、あ、ちょっと待って、あっちでっかい何、変な船、オクトパスがいるやつ、こっちでいいよね。これはロープ、何に使うんだい。なんか空気ができたらストックとして持っときたいけど、んばっと、タン空気、いや取っとこ、ペロンで野球バーツ、バーツ、ちょっと待って、お前ら取ったことない気がする、こんなカラフルなやつ。ほいっと、取ったことありました、全然ありました、嘘でした。で、パカッと、ショック森崎、一緒やな。で、パカッと、クローズ、なんでそんなんが海の中に。でもってそれを使ってる寿司屋ってやばないけバレたら大炎上するんちゃうんけ。海に捨てられてた食材というか調味料を使ってあいつら店営業しとんでってならへん。ここでーす。ああいうでっかいのはちょっと怖いのよ、この前すぐ噛みつかれて瞬殺したことあったからな。うわー鋭い日本刀、なんでこんなんがおっとんねん。いったら日本刀、空振りするわな、そらな、海の中やもんだって。逃げるよね。もうちょっと下の方か、またしても、あ違う、クローズだな、
黒酢じゃなくて醤油やったわ。で、じゃあ降りて、ちょっと空気、あ、いいところで来るじゃないの。助かりまーす。で、OK。あとはここ降りてって鍾乳洞窟のどっかにタコクラゲが確かおった。あれあれあれ、お前らちょうだい。よし、で余裕持ってストック持っといた方がいいかもな。お、ハッシュダーツ眠らしいの。じゃあおい、おら、えげつないことしてるけどな、考えたらな。どら、どんな量の仕方やねんってな。ちょうだい、おいしそう、おいしそうやからちょうだい。意外としぶとい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 なかなか取れへんよ。スティックめちゃめちゃ傾く、カタカタやらないよね。本気のカタカタにしたらコントローラー壊れるぞ。あまりあそこまでガチャガチャするのは好きじゃないぞ俺は。で多分こっちの方にあるはず。今です。どこやったっけ、こっち、あった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 、来たぜ、行くぜ。この扉みたいだな。ダフにもらったガス切断機を使ってみよう。行ってみます。あ、なんか別のゲーム始まった。なんか切断機の電源をつけ L スティックで動かします。丸の内側に合わせて動かしましょう。321、電流入れる棒的なやつやね。はっはっはっは、はい、おもろ、ゲームとしてはおもろ、考えたね。ああ、こういう感じで切断していくってことやね。ああ、上に行く、イライラ棒だ。ああ、急に動かないで。はっはっ、いや結構むずい、危な、ちょっとでも触れたら爆発するとか、そんなイライラ棒チックなことは起こらんよね、さすがに。あ、オッケー、グッズ開きました。ほう、気がついていて使い方の詳細な説明を忘れていましたが成功したようですな。そうです、開いた扉の中に入ってください。レアスちゃん、今マスターが行くからね。マスターが来るよ。危険な生物の気配が感じます。行くしかないんでしょ。ああ、うむ、思ったより下の空間が大きいですな。デイブ氏、少し周りを確認してみてください。宅配線の下、いや、出ない出ない、ちょうど引っかかってて通り抜けないとあかんかったってことか。空気はちょっと余裕持って、あれはいざっていう時のために置いとこう。で、ライフルか。どっちがいいんやろう。でもレベル3やもんな、これな。パカ。ああ、こういうのは大事。いや、あっち行ったら出てくんのかな。怖い。行くか。そこ、端っこ、なんか、ないんかい。そっちじゃないんかい。じゃあ空気を取りまして、いくぞ。どこだ、オクトパスやろ、イカじゃなくてタコよね。吸盤ついてたもんな。わー、出た。いや、でもイカかも。あ、いや、でも吸盤あるしタコか。あそこにありましたぞ、レアスちゃんが入っているピンクの宅配箱。ちょ、そんなことよりあの巨大なイカなんや。
あいつが持ち去ったというわけですな。イカのくせに見る目があると言いますか。ああ、今寝ているようですので、こっそり取ってきてください。マジかよ。ここまで来て手ぶらでは帰れないし。とりあえずこっそり近づいてみようかな。いける？こっそり。あ！起きました。ジャイアント。おーっと。たん、たかたん、たったん、たかたん、たったおぐちゃったじゃないか。もう帰りたいよ。デブ氏、弱音を吐いてる場合じゃありませんぞ。僕が渡した銃を使うのです。森なんかではびくともしないでしょうからな。レアスちゃん、今助けるぞ。いや、助けるのは俺や。あ、うつわ、いったいった。あ、そういう感じ。イエーイ。お前、目ん玉にドーン、ドーン。チャンス。チャンス、チャンス。違うんかーい。ちっ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 ち。なるほど、これを何回かやれってことやな。任しとけ。避けて。ブースターが欲しい。ブースターがもっと欲しい。あ、危ねえ。あったらやるじゃない。もうちょっと。 OK、 どうだ。あ、やばい。なんかで、ちょちょ、いいよね。あ、明確書体2。バカ目が痛い。ここ、当たらへん全然。そこ、よし、どうよ。あー、ペローン。ボス戦なんやなこれな。危ない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 。で、弾薬、弾薬回復、酸素取って。おもろ、ボス戦もちゃんとしてるじゃないの。パカッチョ、酸素だ。行くぜ。で、そっから行った。どっちの向きに攻撃してくるかが分かりにくいな。で、危ない、そこ。危ない。で、行くぜ。どうじゃ。3回の法則やろう。OK。音楽もなんか良かった。あ、魚人の方ですか。あ、とりあえず、あ、あ、せっかく女子が出てきたと思ったら男子出てきたわ。さっきのあれって巨人だったんじゃ。む、何をおっしゃるのやら。僕の目にはピンクの宅配箱しか見えていませんが。え、早く回収してください。彼女は救出を待っているんですぞ。こいつに言っても仕方ないか。上でベーコン博士に報告してみよう。あらら、あ、でもなんかちょっと足残ってるやん。踏むところで宅配箱がイカの足の下敷きになってるな。どうせ切り取るしかなさそうだし、食べられるのかな。とりあえずバンジュさんに持って行ってあげようなあ。タコとかは意外と、まあこれイカやろうけど、日本人しか意外と食べへんとか言ったりもするよね。おお、やりましたな。では今すぐボートの、あ、ボートに上がってくるんです。よかったね、リアスちゃん。ああ、面白かった。あら、こんな感じ。レアスちゃん。カタカナでレアスって書いてた。無事な姿で戻ってきてくれるなんて。おお、塩水が体のあちこちに。ああ、僕が綺麗に洗ってあげます、あげるからね。レアス、行きます。おっと、レアスちゃんのセリフをマスターである僕が言ってしまったぞ。デイブ引いてる。おほん、とにかくそれでは僕が約束を守る番ですな。ん、どうぞ受け取ってください。これぞ深海用ヘッドライト。ライトが必要やったんか。必要な地点に行くと自動でオンになる最新型モデルですぞ。では僕はレアスちゃんの介護があるので失礼。バイバイやっと。出た、バイバイやっと。レアスちゃん救出作戦コンプリート。とりあえず人だなくついたかな。そういえばとりあえず持って帰ってみたものの、ダイオウイカの足どうしよう。匂いがきつすぎる。食材に使えるかわからないな。番長さんに電話してみよっと。もう夜やから直接行った方が早いんじゃない。ダイオウイカ料理。あらら、うん、今回は一気に夕方になったな。そういえばデイブ、銃はうまく使えてるか。使えてますけど、魚をその場に射殺したら、これはだいたい前もよく喋ったやつやんな。 OK、
で、なんか新しく、まだか、研究進行とか言ってないし。で、あ、お金。まだいいか。先にお店戻ろう。あれ？あ、電話なのね、あくまでも。番長に、電話。番長、何をだ、デイブ。と、僕、ダフを手伝っていて、ダイオウイカを倒しちゃったんですけど。それはまだすごいものを取ったな。全部は持ち帰れなくて、足を少し切り取ってきたんです。これって食べられるんでしょうか？もちろんだ。ただし、浮力調節に使う塩化アンモニウムのせいで匂いがきついのだ。さらに、食感も硬いため、通常の調理法では美味しくはできんだろう。メニューとして客人に振る舞うには無理があるゆえ、今日は早めに店じまいをし、そのイカで祝宴でも、あれ、いいの？ビップ来るんじゃないの、今日。開店以来多忙を極めたため、協力してくれたみんなにお礼もできなかったからな。いいんですか？では、拙者を今から下ごしらえに入ろう。お前ちゃんと仕込みとかできるタイプやったやんな。やったらもっとに、早めに料理出せるようにもっと頑張った方がいいで。準備ができたら拙者に来てくれ。ベーコン博士もいらっしゃるだろうし、その時に魚人族を目撃した話をしてみよう。なるほど。お話は進んでおりますな。あ、みんないるね。いやー、やっぱでか、あのイカのやつ。イカあんな最初から赤いもんなんか。デイブ少々遅かったな。みんな先に、来て待っていたぞ。もう料理ができてるんですね。みんないつの間に集まったんだろう。確かによう考えたら、でも吸盤のあるイカの足ってあるわな。あんま最近食べてなかったけど、スルメイカ的なもんやね。人々のために祝宴を、目覚ましい発展ですね。見違えました。リクルーターずっと来てるんやな。そうですか。飲食店もまたサービス業です。料理やドリンクも大事ですが、何より必要なのはお客様へのサービス精神です。これまでこの店には頑固なシェフと彼の料理があるだけで、もてなしの精神が欠けていました。やめたれ。僕も一応お客さんをもてなしてたんですが、ええ、でも特に存在感がありせんでしたので。ありせん、覚えておいてですか。あの時私が申し上げたことを、クックスさんに書き込まれた評価のこと、特になしとおっしゃいましたね。しかし今はごくたまにあなたのことも書き込まれています。なんやて。温かい緑茶を注いでくれた。一生懸命わさびをすりおろしていた。親切だった。仕事が起きて大変そうだった。なんかかわいそうなやつって思われてない？あなたが頑張っているからこそ、お客様方も気づいてくださったのでしょう。嬉しいですね。お客様はみんな正直です。手を抜くと見抜かれてしまいます。こだわり、親切、努力、実力、一つでもかければ客足は途絶えます。ですので今この光景が信じられません。どういう意味？あの頑固一徹だった番長がここまでお店を繁盛させ、祝宴を開いているということが、どうやらデイブさんのおかげのようですね。当たり前や。もう経営立て直しで大変や。こっちは。番長さんって昔はどんな人だったんですか？この私が他人の過去をむやみにお話しするとは思いですか？でも口軽そうやで。ですが、いつかふとした拍子に漏らしてしまうことはあるかもしれませんね。縁ですか。あの番長がわざわざ人を招いて祝宴をね。感慨深いやね。ガハハ、デイブ、番長寿司の営業も軌道に乗ってきたな。おめでとう。お前は普段何してんにゃ。今日はやけに上級みたいだな。このイカの足を見ろ。まさに子供の頃に夢見ていたようなビジュアル。これを目に出せばもっと逆足が伸びそうだろ。確かにな、話題にはなるわな。お客さんに出せるメニューじゃないから僕たちで食べることにしたんですけど。くっ、そうだったな。それは残念だぜ。こんなに映えるビジュアルなら味が微妙でもみんなに、みんな食べに来るだろうによ。味が微妙でもって、そんなの番長さんが認めるわけないでしょ。お客さんを呼び込むにしても何か別の手を考えましょう。そうだな、例の深海ならあそこにならまだ何かあるかもしれん。みんなをびっくりさせる何か。あ、ベーコン博士の研究が立証されればこの店も有名になって客でごった返すはず。ふむふむ、そうなんでしょうね。そうなり俺たちは大金持ちだぜ。あ、大金持ちだぜ。だから頼むぞデイブ、一緒にガッポガッポ稼ごうぜ。ガハハ、テンション高いな。博士、おーデイブ、どうしたかね。僕海で
魚人族見かけたんです。なんだと、本当に魚人族を見たのか、呪言を見違えたのではあるまいな。どんな姿をしていたんだ。服は着てたか、そもそも人間に似ていたか、うん、上半身は人間みたいでしたけど、なんか僕のこと見て深海へ逃げていきました。それは残念だ。世紀の大発見を目の前で逃すとは。ならばまた深海で会えるかもしれんな。道理でそこから強い信号が出ていたわけだ。信号出たの？あるいは村のようなものがあるかもしれん。村ですか？そうだ、魚人族は異物や壁画、文字、言うなれば固有の文明を持つ存在。村を作って暮らしているとしても何の不思議ではないのだ。その村が見つかれば本当に世紀の大発見のはず。海中の古代文明が私たちの前に姿を現すことになるのだからな。デイブ、君だけが頼りだ。よろしく頼むぞ。はあ、普通になんかカメラとか持ってパシャって押さえといたらよかったんじゃないんですか。番長どうですか。ダイオウイカの足、確かに扱いが難しい食材だが、悪臭さえ抑えることができればその本質に近づくことができよう。まだ食材の研究をされてるんですね。本日も貴重な食材を仕入れご苦労だったな。なんせ珍しい食材、下ごしらえには苦労したが、だからこそ調理しがいがあるというもの。さて味はいかがだろうか。いつもの料理も美味しいですけど、今日のは特にベリグーです。素材が大きかったゆえ、さまざまな調理法を試してみた。客人に出すのは時期尚早だがな。料理の道に終わりはないようだ。この果てしなき道を歩める拙者は過保護者だ。食材を求める道もまた同様であろう。デイブ、気を緩めることなく精進するがいい。言ってる意味がよくわからないけど、はい、とにかく魚たくさん取ってきますね。という会話で、ん？ビールを拾い上げよう。ビールだ。ふう、美味しいな。やっぱり番長さんの料理は最高だね。お客さんがどんどん増えてるのもうなずけるよ。いや、ひょっとすると僕が取ってくる食材のおかげかな。でしょうね。それにしても今回驚いたね。ダイオウイカに魚人族、海の神秘はそこが知れないな。危ないけど潜った甲斐があったよ。明日はもっと深くに潜ることになるんだろうね。そこでは何が待っているんだろう。考えたって仕方ないもんね。明日のことは明日考えよう。みんなで乾杯していい気分でベッドに飛び込もう。ベッド、あ、乾杯。すげえメンバーよな。お、これは、あ、嘘、マジ？グレランやん。え、そんな怒ってんの？夕食時まで、あれ、ビップ機能に来るんじゃなかった？一日経ってもてない？イベントが被ったせいでビップ、せっかく取ったアポを別日に変えたんかな。いやー、グッドモーニング。昨夜は飲みすぎたらしい。胃がムカムカして気分が悪いな。確かに張り切りすぎでしたね。はっは、せっかくみんなで集まったんじゃないか。そんなめでたい日には思う存分に。う、あー、ゲロ吐かんといてや。ここで吐かれると困りますよ博士。だいぶ酒が弱くなったな。まあとにかくダフがくれた深海用ヘッドライトを使って深海に降りてみたまえ。おそらく必要な地点に着くと自動で作動するはず。それから深海行くにはダイビングスーツの強化は欠かせないぞ。忘れずにやっておきたまえよ。 OK です。ではまず装備の強化をやらないといけませんね。ところでひょっとして水中、あーあー、吐いた。あ、ゲロゲロ、ベロンベロ、おろろおろろおろろ残ってるよゲロ。こんなに汚しておいて潜れってあ、やっとチャプター2入ったぞ。もっと深いところへ。やばやば。会話、この会話は大丈夫やな。うん、ああ、もう大丈夫大丈夫、ガハガハハですね。新しいのはなんか売ったりができんのよな。売りまくった方がいいんかな、こういうのな。借金、売ったれ売ったれ、鉛とかもな。売ったらだってあれでしょ、イルカからもらった、うん、これもとくか。売ってしまえばお金になって強化ができるってことやもんな。角材とか使うんかな。銃2つも多分いらんし、うん、
1000溜まった。これはいい感じじゃない。でこれね、もうでもやるとしたら、まあ、まずはこっちか。230m まで潜れるようになった。死ぬぞそんな潜ったら人間死ぬぞ。空気と、いやーでもこれ持てるようになる方が俺は欲しいな。ショップで、お、何これ、水中積載箱、防水機能があり水中設置が可能な積載箱、取得した物品を積載箱に移して保管できる。あら、そんなの使い捨てなんかな。これコブラショップでしかお目にかかれない独占アイテム。独占までしてる。もうちょっとだけ打って、あ、大丈夫か。ちょっと待って、なんかもっと他にやらなあかんこと、あ、これか、ウォッチャーのやつ納品せなあかんやんな。物を売るよりもこっちを優先しとかなあかんかったね。マリンカは、ああ、とりあえずやってたらどんどん進捗が多分進んでいくんでしょう。みんな楽しそう。ベーコン博士、確かに顔赤なってんな。挨拶もせずに料理に打ち込むところは相変わらずなんですね。昔からこんなんなんやな。岩のような堅物でも少しは丸くなるものなんですね。一緒にいる人たちのおかげでしょうか。はあ、ここは見たね前。ああ、写真増えてってる。面白い。メールは特に増えてないよね。これはゲームに関するあれなんかな。で、新しいのはまだ。じゃあ、空気よりも詰める675まで。なんか売れるもんある？ 675。角材打って。どう？これ高いんじゃない？ 600 いけるね。よし、これでじゃあ変える、強化ができる。スピアガンも欲しいけど、まずは持てる量多めにしてね。 OK、 これでじゃあまた一潜りしてみます。より深いところへ、深海に参りましょう。チャプター2入りました。お話的にはチャプターどれぐらいまであるんだろうね。あ、やつは、あ、海賊じゃなくてあの団体の方やな。あ、ジョン・ワットさんや。ストップ、やはり貴様だったか。近頃海を荒らしているというやつは。いや、俺じゃないっす。汚らしいゲロまで吐きやがって。いや、あれは俺じゃないんすよ。それは博士が。言い訳無用、言い訳はさして。海の守護者であるシーブルーのジョン・ワトソン、見つかったからにはおとなしく観念してもらうぜ。魚の餌になりやがれ。いや、人殺しはさすがによくなくない、よくなくなくない。あ、グレネード、あ、それの方がちょっとよくないと思うんですけど。オーマイポセイドン、これも全て貴様のせいだ。貴様がこの大切な海を。爆弾飛ばしながら言うのって説得力ないと思うけど。それに僕はお店で出す分の魚を何匹か取ってるだけだし、僕みたいなダイバーより何千匹も取ってる操業船を狙いなよ。てん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 、うるさいやつめ、その口を貝殻のように閉ざさせてやるぜ。行くぞ。戦うの？マジ？あ、ジョン・ワトソン、マジ？てってけてってけてー、さあ、キボス戦ったとこ来い。うい、ちょっと海が汚れる、海が汚れるでしょうか。こらこら、危な、体当たりしてくるこいつ。危ない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 、俺に勝てる。体当たり、それ体当たり、俺に勝てると思ってるのか。で取って、あ、どうした、あ、なんだい、待て、危ない危ない危ない、お、連続攻撃、連続、オラショットガン、オラ
死んでまうで、こんな戦い方したら。あ、グー、元ネイビーシールズであるこのジョン・ワトソンによくも。え、アメフト選手？は、いや、それ一番意味わからんくない。穴開けて、まあ一通り警告は済んだからな。他の保護活動が控えているので今日のところは退いてやろう。だがもし海を荒らし続けるならこのジョン・ワトソンが許しませんぞ。見張らせてもらうぞ。めちゃくちゃや、あいつ。自分で海破壊しといて、ジョン・ワトソンが逃げた方に道ができた。あそこから信号の場所行ってみよう。なんじゃそりゃ。まったく、どこが保護活動やな、あいつ。え、わ、なんだ。お、あ、レベル2になるやつとかあったんや。先に取るべきやったんやろうけど、しゃあね。宝箱開けてる余裕がなかったからな。で、下に行けたぞ。なんか変わったところが出てきますかな。キューン。一応ドラゴンレーダー的にはあっちに 160m ってなってるし、そっち行くでいいよね。うい、ガマモン柄。この黒いのは取ったことある？あるか。 OK、 パカッチョ、んー、パカッチョ。出た、安物の日本刀。ふれ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 、んー、くれ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 、待てこれ。あまりいい行いには見えへんけどな。ありがとう。あのでっかい魚は結構重たいのよね。ああ。で、新しい銃がまたあって。レベル1、いらない。すっ。こいつら取ったことある？おい！おい！どれが取ったことあるやつかが、ちっちゃ、わからんよな。そこは、脱出ポットのやつやし、行くぞ、下。まだ、たかだか50メーターだ。200メーター超えができるようになったんやぞ、俺は。あー、やべえのいるわ。来てるー、痛い。やばい。やめて。こら、ちょいちょい。まったく、いや、減るな。レベル2、こっちで行くか。弾もちょっといるからな。あいつ強いんじゃなかったっけ。逃げろ。酸素でも欲しい。つい、眠れ。クソ、いや、めっちゃ暗い、それ。やば。あ、待って、回復的なもんが。クローズ取ってる場合じゃない。あ、ちょっと、いや、よかったよかったよかった、解いてくれた。ラッキーラッキーラッキー。ういー、あっぶねー。んー、まあ、意外とこうローグライト的な感じで、え、水中ダッシュできるやつを持ってるかどうかとかさ、その辺の運の良さも意外と攻略に必要やったりする。レベルアップ、アッシュダーツレベル3よ。来てるよ、結構。おい、さすがにもうこの辺やと一発では仕留められんくなってきてるね。まだまだでも、はっはっは、鉄の鉱石、お金になりそうな予感。ああ、いいね。で、パカ、何これ、ウコンか。 120m まで来たから、そろそろじゃない、新しいエリア。この辺からライトが多分ブルーホール深海、初めて来たエリアよ多分。ああ、ほら、
新しいエリアでございます。もう太陽の光がちょっと届きにくくなってきてて、 UV ライトが手に入った。 UV ライトを照らすと縮こまって通れるようになります。どういうこと？あ、チューブワームに使うとね。なるほど、そういうやつがいんのか。来い。くそ、新しいの。お前は殴れへんのかい。うえい。いやでも敵もやっぱ固まってきてるで。簡単に仕留めさせてくれへん。来い。んー、もう一丁。まだか。おい。おい。仕留めさせんかい。まだ。タフやな。おい、タフガイ。マジ。ちょっと。おい、た。くそ。おい。おい。よし。おい、タフガイ。こら、こら、こら。あ。あ、キンメダイ。キンメダイってこんな深いところにいるの？おい、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 おい。うれ、うれ、うれ、うれ。そろそろか。おい。よし。すげえ、また新しいの出てきてるね。パカッチョ。爆弾と、あ、ここ行くのね。でも、気になるもんいっぱいで、 27m 向こう、ここだと思うんだけど、チューブアームが道を塞いでいる。博士、チューブアームのせいで通れないのですが、何か手立てはないでしょうか。どれどれ、あったぞ。チューブアームは UV ライトを切らうので、それで照らすと事故らしい。もしかしてその近くに落ちていたりは。すでに持っていたのだな、それを照らしてみてくれ。そう思ってるんです。はっ、こういう感じ。時間経ったらまた伸びたりすんのかな、こいつら。いけたよ、いけたけど、ちょっと酸素こうなってきた。はっ、水中ダッシュのやつね。こっち、はっ、あ、酸素ありがとう。で、あ、魚人、あの逃げたやつや。あの時の魚人たちだ。マジ、あ、テンパってる。は、どうしようどうしようこんなところに人間が来るなんてってなるわな。何か喋ってるんだけど、まるで意味がわからないな。それよりも声が届いてるのが不思議なんやけどな。ベーコン博士に繋いでみよう。どうですか。アンビリバボー。巨人は本当にいたのだな。なんという、これこそ世紀の大発見。何か話しかけられてますけど、まるで意味がわかりません。ふむふむ、会話パターンを分析すれば翻訳できそうな気もするが。マジ、とりあえずボートに上がってきて、あ、上がってきた前、翻訳する方法を考えてみようではないか。いや、もうちょっとなんか写真撮ったりとかさ。え、は、は、さすがに違うな。スワーム、何言ってるのかさっぱりわからないな。なんかでも多分困ってるっぽいけどね。助けてあげる、そういう感じの流れになるんじゃないかなって思うけど。ああ、ここまでせっかく潜ってきたのに、もう、あ、これ痛い。そういうことね。あ、切ってもいけるんや。なんだ、そんなに、じゃあめっちゃ困るわけではないんか。ああ、いけている、大丈夫。で、ここに脱出ポットあるし、ってことはしっかりこの辺探検してこいってことよね。なんか気持ち悪い、こいつ。おい、スン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 、そろそろどうだ。まだか。難しいな。どれぐらいで捕まるか見極めんのがむずいですよ。まだ弁天を、あ、えっ、ちょ、な、な、ウツボか、違うな、あいつ。やって、いや、ウツボっぽいな。あら、ピッケルがいる。ささ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 さ、
あ、出てきた。ピッケル。一部の鉱物はツルハシでしか採掘できません。価値の高い鉱物を手に入れ武器をアップリードさせましょう。やったぜ。なるほど。よいしょ。うんしょ。ちょっとそっちに飛んでほしくなかったな。あ、失礼します。だい、やばい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 。酸素酸素。死にたくないから戻っとこ。ここで死んでもうたらせっかく拾ったもんが全部なくなってまうからな。来ましたぞ。で、博士。ヘロ。ふむふむ。魚人族の文明を探してはいたが、当の魚人族が今もなお生存していたと。これを世紀の大発見と言わずして何と言おうか。デイブ、すべては君のおかげ。いいの？より深いところへコンプリート。ガハハ。では早速世界中のマスコミに垂れ込みしましょう。え？ストップ。それはいささか危険かもしれん。なんでです？マスコミに報道されないと客を呼び込めないでしょうか。遺跡ならともかく、まだ魚人族が生存していると知られれば、密漁者が集まってくるに決まっている。ああ。そして始まるのはおそらく魚人族狩り。そんな騒ぎになったら料理店の客はしたとんすぞ。それもそうですな。真面目。まずは魚人族の音波を分析できる翻訳機を作り、彼らの考えを聞いてみてはどうだね。そんなことできんの？おそらく私たちに伝えたいことがあるはず。ああ。まず彼らの言語が書かれた魚人族の石板が1枚必要。それからマイクとアメジスト。それ先に言っといてもらえません？推測するにマイクはナンパ船の下。石板は魚人族の記録室。はあ。そしてアメジストは水深 100m 以下のところでツルハシを使って採取。なるほどね。ノープロブレム。位置が分からないときは予定アプリを確認したまえ。そこに私が書いてあげよう。さよなら。もうゲロ吐かんといてや。言語解読機は、オッケー。いやー、でも面白くなってきてますな。あ、佐藤さん、よ、せい。そんなキャラやったっけ。今日はなんだかいつもよりエネルギッシュですね。あんたのマリンカアカウントにボスカード獲得通知が来ていた。あのイカですね。それがそのダイオイカボスカード。あんたどうやって手に入れたんだ、こんな超レアカード。宅配箱を探しに行ってたらなんかたまたま出くわしました。事情はよくわからないが、とにかく凄まじい成長ぶりだ。レアボスカードをすべて集めてみな。コンプリートすればきっといいことがあるぜ。レアボスカードをすべて集めてみな。無茶言うな。それから新しい地域へ。例えば深海へ進むとマリンカ AI 認識システムによって新しいカードパックが解禁。は、新しい地域の魚のカードも忘れず集めておきな。ではこれにて、チュチュ。面白い船乗ってますよね。は、新しい地域に侵入すると新しいカードパックリストに追加されます。なるほど。ウド、誰やこいつ。誰？ちょっとお話伺えますか先生。マスコミか。はい、どちら様ですか。クハ、自家紹介がまだでしたね。私は週刊フィッシュで取材記者をしているウドというものです。週刊フィッシュ。おお、僕もたまに見かける雑誌ですね。変わった魚を取材するあの。おお、ご存知でしたか。まさにその通りです。このブルーホールには実に達したような魚がいるという噂を耳にしたのですが、それは事実でしょうか。そうですね、世界中の海の魚が集まってますから。ああ、サンジもびっくりの海やね。くう、やはりこの鋭い取材感、私の見立ては正しかったわけですね。自らここのかっこいい魚の写真を撮って雑誌に載せたいところですが、残念ながら私はダイビングができないです。そこで相談ですが、写真撮影を手伝ってくださいませんか。わかりました。はい、ちょうどいいカメラもお持ちですし。これはベーコン博士にもらった。ああ、でも僕はプロのカメラマンじゃないですので、うまく撮れるかどうかご安心ください。週刊フィッシュの熟読者でしたら何を撮るかすぐ分かるはず。いい写真を撮ってくださればもちろん謝礼金も支払いつもりです。クハー、そこまで言うんやったら頑張りましょう。ああ、素晴らしい海の生態を記録として残すのも悪くないですね。新しいのまた出てきたわ。フォトスポット。ああ、なんかカメとかイルカとか、何あれ、ジュゴン。はあ、怒涛にやれることまた増えてくるね。
とりあえずエコボッチャーでノーヒン。OK。レベルアップ。エコ健康ブレスレットゲットしました。はあ。まだまだ集めなあかんな。エコ健康ブレスレットって、あ？この辺か。ダメージ 10% 減少。酸素切れ後も一定時間生存。こっちの方が分かりやすいかな。うん。これでいいでしょう。他は？こっちの方がいいかな。こっちに変えとこう。新しい武器とかなんか作れるようになってねえか。素材が足りひんのか。銅の、あ、銅の鉱石売っちゃったよ。なるほどね。うん。じゃあ、あ、ウドさんに電話できるな。早速電話。出ないな。忙しいのかな。出えへんのかい。じゃあこのまままた多分潜っていく感じになるとは思うんやけど、あ、空気タンクレベルアップ。あとはショップで、あんま売らん方がいいな。今さっきみたいに使うことがあるってことやもんな。まだまだな。すまんな。また今度依頼するわ。で、あ、んな感じでいいかな。よし。じゃあマイク探しとか石板探しとかまたありますけど、この辺はまた次回プレイしていきたいと思います。なんかもう常に新しい発見があってね、え、終わりませんわ。それではまた、よろしくどうぞ。